道の宮網走神社をご参拝します。網走市の道の駅流氷ガイドを網走からスタートします。表参道です。一の鳥居の前に右手にも鳥居が見えました。後で歩いてみますね。御神域の中の駐車場に車を停めてご参拝させていただきます。新緑が眩しいです。車窓から見えた鳥居まで戻ってきました。護国神社が境内社として祀られていました。おや、毘沙門天のお堂が護国神社に戦神として祀ったものでしょうか。今度は左手に聖徳太子を祀った太子堂がありました。一の鳥居をくぐると正面に拝殿と本殿、左手に社務所と長寿社、右手に駐車場となっています。網走神社は北海道の一宮の一つであり、北三国一宮とされた由緒ある神社です。最近はお天気に恵まれない日が多かったのですが、今日はお天気に恵まれたご参拝となりました。長寿社でお清めして拝殿に向かいましょう。長寿社もやっとコロナ禍以前の様式に戻りましたね。嬉しいです。二の鳥居は両部鳥居です。御祭神は宗像三女神ですが、古く派弁天信仰でしたので、神仏混交の影響を受けた両部鳥居なのでしょうね。網走神社は旧県社です。その社標は明治神宮権宮寺による金書です。真っ白い参道が拝殿に続きます。この真っ白な参道は玉砂利ではなく、なんと砕いたホタテ貝なのです。観光地として有名な宗谷丘陵の白い道と同じですよ。いよいよ拝殿前まで進んできました。手前と奥に三つ井の狛犬が睨みを聞かせています。拝殿にはいかにも網走らしいものがあります。楽しみにしていてくださいね。二礼二拍手一礼。私オリジナルの二神呼吸で御神気をたっぷりいただきます。網走らしいものがあると言ったのはこの扁額です。奉献したのはなんと網走監獄の職員一同。木工で有名な網走監獄ですが、
この扁額も網走監獄で作られたものでしょうか。では社務所で御朱印と蝦夷みくじをいただきましょう。御朱印は書き置きのみです。楽しみにしていたクリオネの蝦夷みくじ、クリオネで釣れるものだったかしら。クリオネ釣れました。クリオネ、かわいい。御朱印はその場で半紙に書いて渡していただけます。網走神社のご参拝も無事に終えることができました。帰りは裏参道から帰ります。この時期ならではの神社をご参拝予定です。ピンクの鳥居がヒントです。